皆さん、こんにちは、しょうまにです。お久しぶりです。最近もう本当に暑いですね。まあ、夏だから暑いっていうのはわかるんですけども、それでも結構暑いですよね。皆さん、熱中症には、十分お気をつけください。まあ、自分も気をつけます。で、今回はですね、タカラトミーモールで購入したトミカが、届いたので、紹介していきたいと思います。それと、あとオークションでも、購入したトミカもね、無事に届きましたので、そちらも紹介したいと思います。で、なお、この動画は買ってきたもの紹介なので、後日開封動画アップしていきますので、楽しみにしていてください。個別に、単独で、紹介していきますので、そちらも楽しみにしていてください。それでは、早速紹介していきます。では、まず、オークションでね、届いたトミカを紹介したいと思います。まあ、こういう感じで、封筒はね、もう封筒からはもう出したんですけども、そうすると、こういう、まあ、段ボールに包んであって、まあ、もう見えますよね。こんな感じで。デロリアンパート3ですね。ナンバー146番ですね。こちらです。バックトゥーザフューチャーパート3のデロリアンですね。ドリームトミカになります。で、ナンバーは146番です。こちらですね。バックトゥーザフューチャー、ちなみに3作品とも全部見ました。すごく面白かったですね。で、デロリアン、やっぱりかっこいいですよね。僕、パート1が好きですね。バックトゥーザフューチャーの、映画の作品の中では、その3作品の中では、パート1が好きです。パート1ですね。で、オークションで買ったものはこちら、1台のみになります。まあ、開封するのとても楽しみです。で、続いて、タカラトミーモールで購入したトミカを紹介したいと思います。まだ、開けてないんですよね。こんな感じで。で、ここにはね、住所とか、貼ってあったので、剥がしました。それでは、早速ね、開封していきます。何を買ったかっていうのもね、ぜひ紹介していきたいと思います。まあね、こういう紙とかもね、入ってます。で、納品書は見せられないですけどね。こちらです。トミカナンバー76番、スバルワークス S4STI スポーツ REX の通常バージョンですね。こちらを購入しました。初回は、もうすでにアップしてありますので、そちらをもうぜひ、ご覧ください。こんな感じです。あとはちょっと納品書とかはちょっと見せれないので、ですね。あとなんかちょっとチラシっぽいのも入ってますけども、まあ、そちらは省略させていただきます。では、2箱目。全部で3つかな。一応、箱は3箱あるんですよね。多分3台購入したのかな。で、こちらが何だろう、同じこういう紙が入ってます。で、これですね。トミカナンバー33番、カロ B ですね。ですね。まあ、ちなみにチラシというのは、まあ、こういう感じのものですね。とか、あと JCB カードの告知とかですね。告知というか、まあ、チラシ。で、あと最後ですかね。3箱目。
こちらですね。トミカプレミアムの三菱ランサエボリューソン。これは6かな？の GSR。です。通常バージョンですね。初回は、まだアップしてませんけども、そちらもアップしますので、楽しみにしていてください。で、こちら通常バージョンですね。こんな感じです。というわけで、以上ですね。4台ですね。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで、こんな感じですかね。では、ちょっとカメラのアングル変えます。というわけで、こちらの4台ですね。4台、こちらの3台がタカラトミーモールで購入したトミカ。そして、このデロリアンがオークションで購入したトミカになります。後日開封動画をアップしてきますので、楽しみにしていてください。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。それでは、失礼します。さよなら。